アキラくん、ひどいよ。僕はまだまだ君の役に立てるっていうのに。もしもし、そこの丸っこいのお悩みのようですね。あ、君誰？通りすがりの魔法少女です。ま、別に覚えてもらわなくてもいいですが。魔法少女？響きからして最高に怪しいんだけど。怪しくないですよ。こう見えても上園家の関係者ですから、当主のやつとはマブダチです。怪しいな。まさか敵の能力者？たまにいるんだよね、セブンスを魔法だとか言い張る言いたい子が。能力者ではないですね。ロロならわかるんじゃないですか。確かにセブンスは感じないけど。そういえばこの反応どこかで。で、ちょっと待って、なんで君僕の名前を知ってるの？だから上園家の関係者だって言ったじゃないですか。そんなことよりお前、悩みがあるようですね。別に僕に悩みなんかないけど。またまた主人との関係に不満があるんじゃないですか。な、別にそんなことは。そんなお悩みのロロちゃんに通りすがりの魔法少女からプレゼントです。さては君、霊感商法ってやつだな。ちゃうです、これは由緒正しい魔界の便利アイテムです。魔界って言葉の中にどこにも信用できる要素がないんだけど。魔界の魔は魔法少女の魔です。つべこべ言わず私と契約して人間になってよです。それって魔法少女とマスコットが逆じゃないか。副作用はちょっとしかないですから、騙されたと思ってつけてみるですよ。あるのかよ。ほらほら、いいからグイッとつけるです。わ、なんだよ強引に。やめて、そんなとこやめて。多少強引でしたが、これでどうにかなるといいのですが。ロロ、アキラ様、ご分を。お姉さん、お姉さん、しっかりして。僕は一体ここは公園？よかった、目が覚めた。お姉さん、大丈夫？え、お姉さんって僕のこと？はい、だって私より年上ですよね。年上っていうか、僕ロボットなんだけど。ロボットって？あ、もしかしてお姉さんってアレな人？あれってなんだよ。僕は由緒正しいバトルポットだぞ。バト？ポット？やっぱりアレな人だ。助けてお兄ちゃん。行っちゃった。そういえばなんか変だな、体の感覚がいつもと違うような。お、ペンダントから何か落ちた。これはメモ用紙。なになに？おめでとうです、あなたは人間の女の子になったです。ただし正体がバレるとお約束的なあれで泡になって消えちゃうですから、注意するですよ。バイ、親切な魔法少女です。そういえば今手で紙を拾ったの僕？っていうか泡になって消えるってどういうこと？まったく、ロロメどこをほっつき歩いている。ノアも何か手があるようなことを言っておいて、自分までどこかへ消えるとは。わぁ、アキラくん、なんでこんなところに。俺の名前を知っている。君は何者だ。そっか、この姿じゃ僕
がロロだってわからないんだ。どこかで見覚えがあるような。ついバレたら泡になるんだった。僕じゃなくて、私が言ったのはアキラ、アキラくん、アキラくんに似てると思ったんだけど人違いだったみたいだね。いやー、これはうっかりしてたな。ごめんごめん。俺の名はアキラという。名前まで似ているとは稀なことがあるものだ。へえ、そりゃ奇遇だね。奇遇か。そうだ、ちょうどいいから君に尋ねたい。これくらいのボールのような紅白色をしたロボットをどこかで見かけなかったか。ロロというんだが。ロボット？見てないな。そうか、すまなかった、失礼する。あのさ、ん？そのロロちゃん、どうしたの？一昨日から姿を見せていない。探している最中だ。おととい？そんなに経ってたの？ああ、交換したばかりのシグナルもロストして心配でな。探しに出たはずのうちのメイドも帰ってきていない。まあ、メイドの方はいつもどこかにフラッと行くようなやつだ。心配はしていないが。ロロちゃんの方は心配してるんだけど、ロボットなんでしょ？諦めて新しいのを作ったりしないの？ロロはただの機械じゃない。俺の大切な家族だ。代わりなどいるものか。アキュラ君。なら、どうして結構失敗だなんて。その言い方、少しロロに似ているな。いや、君自身の雰囲気がどことなく似ているのか。それって私がボールっぽいってこと？すまない、失礼だったか。いいよ。そうだ、私も一緒にロロちゃん探してあげる。ロロちゃんって女の子なんでしょ？私の意見もあった方がいいよ。確かにロロは女だが、なぜ君が知っている？それはほら、私と似てるって言ったでしょ。これで男の子だったら君本当に失礼だよ。性別など設定したつもりはなかったんだがな。妹の話し相手をやっているうちにいつの間にやら女ということになっていた。どうかした？俺としたことが見ず知らずの相手にこんなにも事情を語ってしまうとは不覚だ。多分私たち相性いいんじゃない？案外そうなのかもしれんな。だがやはり初対面の君に頼み事など。ああ、いいからいいから、行こう。ちょっと待ってくれ。